カズレ枠の状態異常スキルで最強になった俺が全てを蹂躙するまで、星3。クラス全員異世界召喚されたが、ぼっちで陰キャの学園カースト界の主人公が、ゴミスキルだと設定上言われていた状態異常スキルが 100% 実行されるというチート持ちだったことが追放された後に判明、自分を追放して殺そうとしたビッチ女神に同じことをしてびっくりさせてやろうというシナリオ。王道を行くシナリオですがちゃんと初期で敵キャラをクズ表現することで、読者のざまを煽る演出が丁寧に書かれていますし、主人公は状態異常を付与する射程距離まで近づけないとガメオベラな設定など、一応弱点は存在しますし、追っても脳筋ワンパンマンなど騙し合いも楽しめます。この話は追ってから逃げながらビッチ女神に近づくために必要な戦力をどうやって集めるのか?という工程を楽しむシナリオで、ちゃんといい感じに追い込まれますし仲間候補の問題を解決することで仲間を増やす工程も面白く描けております。主人公が勝利マウントをしたりしない、殺せる時に必ずすぐ殺すタイプの主人公なのもでね、この手のナロー系作品では群を抜いてよくできた面白いシナリオです。